映画情報番組シネバカちゃん。はい、こんにちは。10月12日のシネバカちゃんです。私はロバート・デ・ニーロ大好き、デ・ニーロ卵とタマちゃんです。よろしくお願いいたします。はい、時計仕掛けのオレンジ大好きアレックス・ヨッチャンです。よろしくお願いします。はい、今日もいい天気です ね秋晴れで気持ちいいですね。元気ですか、元気ですかがこうあれしてるじゃないですか。元気ですか、元気ですか。まあそう、流行らずに、流行らずに、ね、はい、特集にやりますから。はい。はい。ということで、現在公開中のシネバカちゃん注目作品をご紹介したいと思います。はい、まずは、リバイバル69伝説のロックフェス。どうぞ。I wanted the Beatles thing to end. I felt as though I couldn't breathe if it went on any longer.We got this phone call that there was a rock and roll revival show and that Chuck was going to be there and Jerry Lee was going to be there and the Great Rockers were still living. The Doors were top of the bill. A lot of historic things happened that night. The ninth wonder of the world, Alice Cooper! A lot of tension going on. A week before the show, tickets were not selling. All of a sudden, the show's going to be canceled. Is John Brower calling? And we would like to invite John and Yoko to be the MCs. If John Lennon doesn't show up, I am ruined. The combination of people on the stage is without question historic.Thank you.
a non-event until all of a sudden it was the biggest thing in the world. はい、リバイバル69伝説のロックフェスでした。これね、先週、はい、ビートルズとエヴァ、ね、のビートルズ研究の第一人者藤本邦彦さんをまたゲストにお迎えしまして解説いただきましたけれども、はい、ね、まあ、トロントンで開かれた、まあ、このリバイバルというのはこれね、結局ロックンロールのもう一回見直そうということ で、ね、このリバイバルっていうショーっていうになったんですけども、はい、チケットが売れなくて、で、主催者が賭けに出てですね、プロデューサーが、はい、なんとジョン・レノンに電話してしまうという ね、でそれがまさかね、通ってしまうというね、はい、当初MC でなんか呼ぼうと思ったのらしくても、ジョン・アンデ・ヨーコですね。ただね、ジョンは当時もうちょっとビートルズももう終わりにしたい、 で自分も次の道を開きたいっていう時、たまたまそうです、ね、タイミングがあって、はい、プラスチックのヨーコバンドと一緒に来たという ね、はい、もう素晴らしい、すごいですね、本当奇跡の奇跡のね、テープがね全部残ってんですもんね、当時の話の、ね、びっくりですね、よく残ってます ね、交渉してるねテープが全部残って、うん、あそこ本当生々しくて、だからこれまあ、音楽映画っていうね、まあ、側面もありますけども、本当ドキュメンタリーですかね。そうですね、どちらかというとドキュメンタリー近くて、あの時代のね、あの時代だからこそこうね、あの時代の空気もありますし、多分今だとね、音楽産業あんな感じじゃないんでしょうけども、本当21、2歳のね若造がやってんですもんね、新旧のスターがね、はい、本当にまさに時代の潮目という時に広がる、はい、ね、でこれちょうど1ヶ月前かな、はい、1ヶ月前ですね、ウッドストックが開かれてまして、ね、はい、だから69年のね、本当ちょっとね、狂った年の、はい、そうですね、本当にビッグイベントだと思います、うん、新たな史実がね、今回これで初めて明るみ出たっていう形で、またね69年がますますね特別 なんか年になりましたよね、うん、ぜひこれはね、はい、劇場で、そうですね、目撃していただきたいし ね当時の、ね、空気を知ってる人だったらもうすごくやっぱ楽しめますし、うん、いや、よく知らない後追いの方でも若い方でもこの時代の空気感をね、この69年ってどういう時代だったのか肌で感じるのがすごくいい映画じゃないかなと思いますね。知らなくともね、この時代を知らなくとも、はい、改めてね、ここの時代どういう、69年ってどういう時代だったかっていうのを知るのはね、本当、はい、これもね一つの、はい、いい教材になりますん で、はい、ですね、ぜひご覧ください、はい、劇場でいい音で、いい音で本当に、はいはい、こちらは、はい、こちらの方は現在ヒューマントラストシネマ渋谷、角川シネマ有楽町、アップリンク吉祥寺、木野シネマ立川高島 SC 館、他は全国で公開中で、10月20日来週の金曜日からですね、シネマート新宿でも上映が始まりますので、はい、ぜひご覧になってください、はい、続きましてはアンダーカレント、どうぞ。あ、何のご用ですか。住み込みの募集って聞いてきたんですけど。旦那、蒸発しちゃったのよ。え、それから全く連絡ないの。私たち、お互いのことを何にも分かってなかったのかもしれないね。じゃあちょっとお聞きしますが、人を分かるってどういうことですか。本当のことなんて誰も知りたくないんだよ。自分が何者かをなぜあの子に伝えない。取り返しのつかないことになったらどうしよう。奥さん。誰かの心の奥底に触れた時、本当の思いが溢れ出す。私も嘘をつくことあるよ。アンダーカレントでした。これね、お風呂、まあ、親からの代の銭湯を夫婦で継いだんですけれども、牧陽子さんが ねご主人が、夫が失踪してしまいましてですね、はい、でそこに謎の男性が住み込みで働きたいと現れる、これ井浦新さんですね、はい、で、その夫の消息を、探ろうとして探偵をやる、これリリー・フランキさん、はい、このね、あと、その探偵を紹介したのが江口紀子さん ね、お友達のね、はい、大学の友達です ね、このね4つのピースがねだんだんね埋まっていくんですよ。これがねなかなかね、はい、深くて、しかもねこう奥深くて、でこれアンダーカレントっていうのはその
水とか空気のね停留、そこの流れを、ね、流れ、ね、意味するんですけど、ある意味これはあのそれをちょっと拡大解釈して心の奥底っていう ね意味でもない、あのあるんじゃないかと思います、はい、でね、あの牧陽子さんの心の奥底にあったものは何なのかっていうのがね分かってくると、すべ、ね、てがね、はい、もうなんかこうスルッとこの、ね、なの、絹担ぎの、あ、生、あのゆで卵のここの、ね、つるんと剥けたようにね気持ちよくなるんですよ、これはね。よっちゃんどうでしたか、これ。いや、これね、すごい傑作だと思いましたね。傑作ですよ。あの今泉監督、あの先週も言いますけど、はい、私あの15本ぐらいね、今まで見て、これだから16本目なんですけど、もしかするとね、これがもう最高傑作じゃないかと思うくらい、素晴らしい、素晴らしい完成度で、で、あのね、今までのちょっとテイストと違うんですよね、あのずっとこうミステリアスな雰囲気が流れてまして、で、あの今泉監督らしいね、あのちょっとこうなんか、とぼけたっていう、そういうね、こうひょうひょうとしててね、ユーモラスもありますし、変にね、あの感情的になって声を荒げたりとかね、オーバーな表現がしないところ、私はすごく好感を持ってましたね。はい、ずっとね物語に入っていって、でもね、物語は深いんですよ、はい、すごい深いです。それぞれね、みんな、やっぱり人間ってね、こう生きていくといろんなものを抱えてるんだっていうね、ね、そういうのを改めて感じさせてね、はい、あのラストもね、私すごく好きですね、うん、ラストまで本当に飽きずにね、うん、見れますので、素晴らしいさ、ちょっと長めですけども、あの十分に、特にあの、はい、謎の男のね、井浦新さんの役は ね、そうですね、ちょっとグッときます。そうですね、うん、こちらは、はい、はい、いろんな方がいろんな共感をね、うん、覚えるんじゃ、まあ、あの共感できない方も出てきますけども、はい、あ、そうなんだ、あのどうですか、旦那はどうですか。あ、ちょっと許せないね。でも私ね、ちょっとシンパシーは感じる。俺だったらグーパンチだよね。そうですね。嫁さんだったら、ね、謝りもしないですもんね。そうそうそう、全然、はい、はい、ということで、こちらは、はい、こちらの方は、現在、新宿バルトナイン、グランドシネマサンシャイン池袋、恵比寿ガーデンシネマ、アップリンク吉祥寺、立川高島 SC 館、その他イオンシネマ、ユナイテッドシネマ、TJ109、シネマズですね、こちらの、シネコンでもご覧になりますので、これは本当にあの今年の邦画の私個人的には大おすすめですから、ね、うん、はい、おすすめですね、はい、あのぜひお見逃しなく、はい、ぜひ、劇場にお越しください。はい、はい、続きまして今週の特集です、ね、あの公開中が日本というのは、これも公開中の作品なんです。そうです ね、 ね、こちらにあります、はいはい、先週あの注目の新作として紹介しまして、はい、現在公開中の映画アントニオ猪木を探してを、はい、今週はクローズアップいたします。昨年10月1日に、ね、お亡くなられましたあの、はい、燃える闘魂、はい、アントニオ猪木さんを追悼するドキュメンタリー で、ま、なおかつあの新日本プロレス創立50周年の企画作品でもあります、はい、じゃあそれでは早速こちらの予告動画をご覧ください。どうぞ。アントニオ猪木、数々の記憶に残る戦いを見せてきたアントニオ猪木、こんな眼差しで芝居ができたら、戦う姿は観客を熱狂させた。いや、もう神でしたよ、超えられないですよね。ずっと褒めすわき日を殺すんでる。いや、これがあったら引き締まりますね。確かにね、壮大な実を作り出すアントニオ猪木渾身の巌流島。プロレスというものを通じてすごい大事なことを伝えてるんだろうな。やっと会えたと思ったらまた会えないところまで行ってしまいましたし。いいか、俺は怒ってる。今日は闘魂っていうものはね、本当に、ね、一筋縄ではいかないですよ。自分の芝居、やっぱり責任持ってね、行動を起こすっていうことに日本人は今目覚めるべきじゃないかな。アントニオ猪木のがむしゃらに生きる姿、アントニオ猪木の言葉は人々を奮い立たせる。いけー猪木。アントニオ猪木を探して、迷わず行けよ、行けばわかるさ。ありがとう。はい、アントニオ猪木を探してでした。元気ですか。元気ですか。本当にね、はい、ね、まあ、本当にね、これ見ただけでもね元気もらえますよ。そうです ね、 ね、もう本当ね、偉大な方が、ね、うん、本当失ったんだな、ね、で単なるプロレスラーじゃないところがすごいですね。はい、そうです、すごいです、はい、でこれは現在公開中のアントニオ猪木を探しての予告動画でしたが、ここでね、格闘技関係の作品といえばこの方、アントニオ猪木を
師と仰ぎ敬愛するアマチュア格闘家の、天田紀明さんがですね、アントニオ猪木を探しての見どころや魅力について語っていただきましたので、こちらをご覧ください。どうぞ。この映画はですね、私にとっては、アントニオ猪木を探してというタイトルの通りに、やっぱり多分その見た人一人一人の猪木探しの映画だと思うんですよ。まず私はやっぱりこの映画ですごく、ジーンときたのがブラジルのシーンがありまして、ここなかなか皆さん知らないシーンで、本当に猪木さんこういうところでこんな生活をしたんだと。でブラジルで結構猪木さんに行かれる方なんかも出てきて語るし、ブラジルのシーンというのがものすごくなんかこうアントニオ猪木という男が若い頃ここで苦労して育ったんだなということがものすごくなんかこう私の中でもなんかこう噛み締めた感じで、一つそういうアントニオ猪木というのを探すことができたという感じでした。そして、藤原組長、坂口さん、そしてカメラマンの原さん、本当に猪木さんと古い付き合いがある方が語る猪木さんについて、もうこれはやっぱり聞いたことある話かもしれないし、中には初めて聞いた話もあります。一番やっぱり驚いたのは猪木さんが体のどこにコンプレックスを持っていた。もちろん顎ではありません。本当見てのお楽しみで本当意外なところです。ちょっと猪木さん可愛いなみたいなのを思ってしまいました。であとやっぱりいろんな方がね、猪木さんについて語る中で、あ、この人はこんな風に猪木さんについて思ってたんだ。で福山雅治さんなんかね、この映画でナレーションとか歌も歌ってますけど、あ、福山さん格闘技好きなだけで猪木さんともちゃんとこんな縁があったんだとか、そしてまた猪木さんの弟子である、田原さん、岡田克彦さんあたりも、そんな猪木さんとの交流ないけれど彼らが思う猪木さん、そして若手のレスラーなんか語る猪木さんについても、あ、彼らは今こんなに猪木さんを見てるんだ、そして憧れているんだ、講談師の、神田伯山さんがまたすごいです。もう彼はついに、猪木正斎藤を追いかけて、そこで巌流島で、アントニオ猪木を探しての講談もしてしまいます。これはもう詳しく言えませんけど、もうまさに見てのお楽しみで、この映画の中多分みんなだ、皆さん、自分だったらこのシーンもっと欲しいとか、自分だったらもっとこんな話聞きたいってあると思うんですけど、それを踏まえての、アントニオ猪木を探したと思うんです。それぞれ見て自分の方で感じること、中にはこれ違うと思うことあっていいと思います。それぞれ皆さんが思うことで、猪木さん知らない方は逆にこれを見てアントニオ猪木はどういう男であったのか、どんな人生を歩んできたのか、どんな風に、いろんな人の人生に影響を与えてきたのか、そこをじっくりと考えながら噛み締めながら見るにふさわしい映画ではないかと思います。なので本当これはですね、猪木探しの旅に出る、そんな映画ではないかと思います。ぜひご覧になってください。はい、アントニオ猪木を探してでした。ね、これもう天田さんがね、今回収録させていただいたときにもう全部喋っていただいて、今日我々の仕事ないんじゃないかって。もうね、まずこのアントニオ猪木を探してというね、作品の解説を天田さんにしていただきまして、もうね、削るのが大変でした。カットする編集するのが私、ね、もうね、もう熱量もあってね、はい、でちょっと天田さんってどういう方か、はい、じゃあちょっとご紹介したいと思います。プロフィールをね、天田紀明さん、今出版ディレクター、危機管理アドバイザーなんかをやってまして、格闘技のですね、インストラクターもやってらっしゃいます。軍隊格闘技、元大手出版社のね、でいらっしゃいまして、で当時その出版社にお勤めの時に猪木さんが、雑誌の企画で対談するというので、猪木さんがこの対談の風景をですね、スタジオ6で見てたら、帰りがけに猪木さんに見据えられてですね、で近づか来られて、猪木さんに空手やってますかとかって直に言われたらしい、ね、声かけられたってね、向こうから、ね、すごいですね、うん、だから本当ね、そういうエピソードいっぱいあったんですけどね、もう泣く泣くちょっと編集でカットしましたので本当申し訳ございませんでした。はい、じゃあちょっと、はい、続きまして、今度は天田紀猪木さんって結構映画とかにね関連が深くてですね、はい、ここにありますけど、ロッキーなんかもね、縁があってですね、実際は出てないんですけれども、その辺の話をね、天田さんにもまた熱く語っていただきましたので、こちらご覧ください。どうぞ。スタローンがロッキー3の中で次はレスラーと戦いたい、でその時猪木さん指名しました。ところが猪木さんはやっぱり自分の興行があるんで、それだけ長く開けることができないということで、自分にとっての弟子でもあるハルコ・ボーガンに、ロッキー3に出てくるということでオファーして、
ロッキー3に、アルコールが出ることになった。それともう一つ、頑張れベアーズという映画がありまして、この映画のパート2、頑張れベアーズ日本遠征という映画の中で、やっぱりですね、猪木さんにそのベアーズの相手の日本の少年野球のチームの監督のオファーがありました。ところが猪木さん、これもやっぱりね、ちょっと興行あるのということを断って、その場でワンシーンだけプロレスのリングのところに変なレスラーが出てきて、猪木さんが戦って、でその後にベアーズのちびっ子たちが猪木さんにわーっとみんなでかかっていって戦うという、そんな感じに猪木さんはハリウッド映画にも出てました。でさらにですね、作家の辻仁生さんが監督のアカシアって映画がありまして、まあ、これはもう引退した後なんで、猪木さんが被災地のに住む、一人暮らしをする孤独な老人という役が出てきまして、これちょっとねあまりヒットしなかったんですけど、実は映画としてはものすごくいい映画でした。猪木さんが選手で出ているのは四角いジャングルという映画がありまして、でパート1、パート2に猪木さん出てまして、ここではもう本当かっこいい猪木さん、選手としての猪木さんを、見ることができます。はい、ありがとうございます。もうね、アントニオ猪木さんと映画の関わる話まで全部していただきまして、これもね泣く泣くカットしてる部分があってね、本当もったいないぐらいなんですけど、まあ天野さんには2022年の9月9日公開のなにわのロッキー、赤井秀和さんのドキュメンタリーですね、赤井、 それから7月14日公開の今年のね、7月14日公開のブルースリー没後50年の特集上映、ワールドブルースリークラシックですね、これも解説いただきまして、で今回はですね、まあ先ほどの2つの2回登場いただいた時はリモート収録でお話しいただいたんですけども、今回はアントニオ猪木さんがね、ゆかりのお店がございまして、そこのお蕎麦屋さんで撮影させていただきました。でもうね、アントニオ猪木愛が止まらないので、この話もぜひご紹介したいと思いますんで、とくとご覧ください。天田紀明さんのアントニオ猪木愛です。ドラ元気ですか。私がプロレスというものが好きになったのは私の祖母の影響です。猪木さんの一種格闘技戦を見て、やっぱりこれは違うなと、まあ、最初に見たのはルスカ戦ですね。その後、モハメッタリ戦、これ高校1年の時だったんですけど、ね、世紀の門戦と言われて、正直私もリアルタイムで見てる時は、いやもうちょっとなんか劇的に面白く、何かもうちょっとお互い技を出し合ったり打ち合ったり技掛け合ったりっていうのはあると思ったんですが、それから何十年後、いわゆる総合格闘技というものが出た時に、その時に一種格闘技で打撃の選手と寝技の選手が戦う時とか、本当に相手が立って片方が寝て、その攻防が始まるようになって、でそれがいわゆる真剣勝負においてちゃんとその一つの戦法だということが周りに認知されて当たり前になってしまった。要は1976年に猪木さんは先駆けてそれをやっていたと。やっとそれが今になって認められたということはやっぱりすごいことだと思います。そしてまたその2人の間に熱い友情が生まれたということがものすごいことだと思います。でそして猪木ボンバイのテーマというのは、最初アリボンバイという曲だったのが猪木さんにプレゼントして猪木ボンバイになったという、そしてまた猪木さんの引退試合にアリが駆けつけたという、まあ、それもすごいことだし、モハメッタリと、日本人のレスラーが熱い友情で結ばれたという、まあ、それはやっぱり時2人で15ラウンド戦い抜いたからこそお互い認め合ったということではないかと思います。でその後やっぱり猪木さんの一種格闘技戦好きだったのモンスターマン戦ですね、まあ、当時のアメリカのプロカーテの選手で、これが私の中では、一番猪木さんの一種格闘技戦では好きな試合です。いよいよIWGP という猪木さんが世界で一番強いレスラーを決めるという時に、学生時代に、プロレス研究会の友達がいまして、その友人と一緒に新日本プロレスの事務所に、チケットを買いに行こうということになって、事務所に行きました。だから事務所にですね、まあ、当時の、過激な仕掛け人と言われた新間久志さんがいまして、IWGP のパーティーが京王プラザホテルであるからそれに来なさいと言って、その場でいきなり招待状をいただきまして、でその招待状をいただいて、まあ、当時の学生がもう本当間違いだったんですけど、もう猪木さんはいる、アンドラいる、で前田明さんいる、そしてなんと私的にはカール・ゴッチがいるみたいな感じで、もうそれはまさにもう京王プラザホテルのワンダーランドになりました。でそこで本当に初めて猪木さん間近で見て、いや大きいし、なんかやっぱオーラがあるしという感じで、やっぱり本物は違いなと。でところがその後の、蔵前国技館に見に行った第1回 WGP の決勝戦は、猪木さんがハルク・ホーガンにアクスボンバーでやられて救急車でこう運ばれるという、まあ、あれを目の当たりにしてみて、いやもう本当この後これどうなっちゃうんだろう、
猪木さんどうなんだろうと、ちょっとかなり、ショッキングな私の中の事件ではありました。あの猪木ボンバイエっていう、あのイベントがかつて埼玉アリーナがありまして、まあ、要はですね、あの猪木さんと一緒に年を越すと、そういうイベントで、まあ、それまではあのいろんな格闘技の試合があった中で、いよいよ年を越す108つの彼が鳴らされるときに、猪木さんがリングに立って元気ですかをやった後に、108人猪木さんが一人一人ビンタをすると、108つのビンタというのをこの目で見たことがありました。ファンにとってものすごくあのいいイベントでしたね。まあ、あと猪木さんで思い出したのが、あのダイナマイトっていうやっぱりあの格闘技のイベントがありまして、国立競技場でやったんですけど、でなんかヘリか報道陣が多分人が集まってるから撮ってるのかなと思ったら、スクリーンにヘリにいけないのと猪木さんの顔がボンと映されて、で猪木さんがあのちゃんとゴーグルをつけて背中にパラシュートを背負って、でと思った瞬間に会場にあの猪木ボンバイエがかかったら、なんと猪木さんがヘリから国立競技場にもう降り立ってきた、もうまさにもう神がこう地上に降り立ったみたいな、そんな感じの猪木さんも見たことがありました。で、まあ、私にとって猪木さんっていうのは、まあ、プロレスラーとしてのツッコミもあるんですけど、やっぱりあのとにかく有言実行で、失敗しても何でもいいからやってみること。スポーツフェア党から、立候補して当選してイラクの日本人の人質を奪還しに行った。で私たまたまあのその後飲み会であのその時の人質だって言って商社マンに会ったことあるんですよ。でその人はとにかくイラクにいる時にもう日本に帰れないだろうと、猪木さんが来てくれて飛行機チャーターして、日本に帰った時にもう本当に猪木さん神様に覚えました。また引退した後も、ね、元気ですか 1,2,3 だって会場を盛り上げたりとか、なかなかこれだけの日本人はいないと思います。政治家とかレスラーとかそういったものを乗り越えた、まあ、本当にものすごい日本人だったと。で最後の最後まで、アントニオ猪木さんって一さんも私の人生に多大なる影響を与えてくれました。そして今でも私の中では影響を与え続けています。はい、ありがとうございました。和田さん、ね、止まらない止まらない止まらない、ね、もう猪木愛が止まらないという ね。で、あの30、40分近くあの収録しまして、ほんとね、切るとこないんですよ全部流したいぐらい、ね、びっしりですよ ね。あの、うん、中身の声で記憶力もいいですね、まあ、全部覚えてらっしゃって、あのダイナマイトっていう話出ました。私もあれ会場にいましてですね、猪木さんが空からダイビングしてくるのをね、目の当たりにしました。あ、そうですか。あれは本当盛り上がりましたね。本当にショーマンでもあったんですね。そうなんですよ。どうだったら ね、盛り上がるかっても常に考えてる。でも映された顔はね、猪木さんちょっとビビってましたね飛び降りる瞬間そうですか、はい、分かりましたか、それは、はい、なるほど、はい、これはあの先ほどもご紹介しましたけれど、今回は、猪木さんゆかりのお店、あの初台にありますお蕎麦屋さん、ちょっとこちらご覧ください。はい、手打ちそば川島さんというお店がございまして、こちらあの猪木さんがいつもねお座りになられた席、カウンター席の一番端っこなんですが、はい、ここにあの今お花が飾られていて、ね、写真とね、猪木さんの写真とか、はい、か金銭までねちゃんとお店の方が出していただいててですね、でお店にはあのいろんな猪木さんの書ですねがございましてですね、本当ね、手形もねありましたね、はい、我々も撮影終わった後に、はい、あのね、その後お礼方々、はい、あの3人であの、ね、お食事を飲食、はい、あの、はい、酒席、ね、酒を組み交わして飲んでね、はい、またお話したんですけれども、本当ね美味しかったですね。お蕎麦も美味しかった、締めのお蕎麦も美味しかったね。美味しい、本当に美味しい、ね、お蕎麦ね。猪木さんが食べてたってね、あの馬刺しとかね、はい、あのね、はい、なんか、紐でしたっけ、馬、はい、馬のね、ありましたね、はい、卵焼きも美味しかったですけどね、はい、じゃあこちらのお店ちょっとご紹介したいと思います。はい、手打ちそば川島さんです。京王新線の初台駅南口から徒歩3分です、はい、新宿から1駅ですよ ね。そうですね、はい、であのバスでもあの新国立劇場前のバス停か初台坂あの、坂上ですかね、バス停 で、はい、あの5分ぐらいで着きますの でこれあの入りお店の入り口です、うん、あの月曜日お休みなんですけど、私は最初にねあの許可いただくためにあのランチを食べたんですけども、美味しかったです。あ、そうですか、はい、あの、うん、お蕎麦と、豚汁と、うん、それからご飯、じゃこご飯と天ぷらがついて1300円、すごい美味しかったです、ね、あこの店なら間違いないなと思いまして、うん、ぜひあの撮影させてもらえませんかということでお願いしたところ、はい、ね、あの心よく引き受けていただきまして、うん、今回の撮影になりました。ありがとうございました、ご協力いただきました、はい、はい、さんが
17、8年ぐらい前からね。そうですね。あのたまたまあのなんか別な方に紹介されて、うん、連れてこられて、ですごく気に入ってね、うん、あの一人でも何度も来られてたってことなので、はい、はい、あれですね、あの猪木さんファンにとってはですね、都内にはいくつかその猪木さんゆかりのお店っていうのは、うん、焼き鳥屋さんとか、ね、ああ、はあ、こうおそば屋さんとかがいろいろある中で、ちょっとこちらあのお声掛けしましたら、はい、あのね、喜んで引き受けていただきまして、はい、ありがとうございました。本当に駅からすぐなんですけど ね、すごいもう閑静な ね、住宅街の中にあるので、ね、素敵ですよね、はい、ぜひ皆さんも、はい、ね、猪木さんもで、ね、はい、してください。猪木さんの方、はい、好きな方は、はい、はい、ではあのアントニオ猪木探して特集の締めにですね、こちらのスペシャル映像をご覧ください、はい、こちらです、どうぞ。アントニオ猪木、猪木ボンバイのスペシャル映像でした。もうこの曲聴くだけで元気が出ますよね。出てます ね、 ね、 本当ね、はい、上がりますね、はいはい、あのこれ曲は今回あの福山さんが編曲されましてです ね、はい、ですね、あとナレーションもやってらっしゃるんです。そうで全部 ね、 ね、はい、なかなか渋いですよ。あの、うん、福山さんファンもね、ぜひこれあのご覧ください、はいはい、あのこれ公開日のですね、10月6日、18時に解禁になりましたスペシャル映像だったんですけども、まあ、あの予告動画とねちょっと若干編集が変わってました。その曲をメインになってます、はい、猪木ボンバイの曲なんですね、はい、でこちらじゃあ上映館をよっちゃんお願いいたします、はいはい、こちらの方はですね、あの現在公開中です、池袋シネマロサ、はじめ、東方シネマズ、イオンシネマ、ユナイテッドシネマ、109シネマズ、 T ジョイ、などのですね、全国のシネコンでもご覧になれますので、これもぜひね劇場で大スクリーンで見ていただきたいと思います。改めて本当アントニオ猪木さんのね偉大さをこうしみじみと感じていただいて、いやでもねもう1年経ってこの世にね、もういるのが当たり前って感じでしたけど、いらっしゃらなくなったっていうのは本当に惜しいですけどね、はい、はい、ということで、今週は、今週の特集アントニオ猪木を探してでした。それではご唱和ください。 1,2,3 ダーはい、ありがとうございます。え、次ましてはよっちゃんから告知です、はい、こちらです。この季節が来ました ね、毎年恒例になりました。あのシネワカちゃんでも毎年ねあのご紹介してますが、今年があの第36回となります、うん、東京国際映画祭のねこちらの、お知らせになります。まだあの映画祭自体はですね、まだ10月23日からなんですが、今週からまあ、チケットの発売が、ね、始まるということで、そこに合わせて告知したいと思います、はい、じゃあまずあのこちらの予告動画がありますので、そちらをご覧ください。どうぞ。アジア最大級の映画の祭典、第36回東京国際映画祭。今年のオープニングはパーフェクトデイズ、クロージングはゴジラマイナスワン。世界中から集まった誰もが見たくなる映画や誰も見たことがない映画、メジャー大作からアート作品まで、今東京でしか見られない映画の最前線。きっとあなたのいいねが見つかる10日間。今年は小津安二郎監督特集、2023年注目のアニメ特集、世界の映画人とのトークや新しい才能の発掘など、映画祭ならではのイベントも盛りだくさん。東京で映画を見ようキャンペーンも実施、10月23日から開催。 Let's enjoy the Tokyo International Film Festival。 チケットは10月14日に発売。はい、はい、第36回東京国際映画祭の予告動画ご覧
案にいただきました。じゃあ、ちょっとテロップをですね、使って簡単にちょっと内容のご紹介をしていきたいと思います。はい、第36回東京国際映画祭ですね。期間の方はですね、2023年、来週、再来週ですかね、10月23日の月曜日から11月1日水曜日までの10日間になります。はい。チケット販売がね、今週の14日から。そうですね、最後にまたそこをお話します。はい、で、これが会場の地図になるんですけども、これね、また多分会場増えましたかね、うん、有楽町ですね、銀座近辺にある映画館はすべてですね、会場になりました。千代田区、はい、中央区ですね。そうですね。あとはいろいろね、丸ビルホールとかですね、うん、あと日比谷のステップ広場とかいろんなところもね、使って屋外でも開かれます。いろんなイベントが開かれます。はい、こちらのですね、今回のオープニング作品、クローズイン作品って毎回あるんですけど、今回のオープニング作品はですね、ヴィン・ヴェンダースがですね、はい、監督の、新作で、役所広司さんがね、はい、主役で、まあ、日本で撮影されたパーフェクト・デイズですね、こちらが、オープニング作品になります。トイレの、あ、そうですね、清掃員の ね主人公の話 で、はい、本当に日本が大好きでね、ヴェンダースさんも小津安二郎監督とも、ね、敬愛されている方ですけども、まあ、本当に世界の巨匠の、ね、最新作ってことになります。で、クロージングの方はですね、ゴジラマイナス 1.0 ゴジラシリーズ、山崎隆史監督、VFX の、ね、得意な特撮得意な、ね、今の第一人者じゃないでしょうかね、うん、そのゴジラの作品、これがですね、クロージング作品になるということです。はい。で、これがですね、今回のその概要というか、まあ、いろんな部門があります。コンペティション部門が、まず核になりますけども、これが15作品ありまして、あとアジアの未来が10作品とかですね、等々ありまして、あと先ほどちょっと言いましたね、一番最後にですね、小津安二郎生誕120年記念企画っていうのがありまして、なんと16作品って、多分ほとんど、ね、ほとんどね、有名な作品は全て、もう一回劇場で結構ね、リマスターされて綺麗な画像になってますので、こちらで劇場でね、見る機会になります。あとですね、ちょっと真ん中辺に監督特集っていうところで、映画の職人、ジョージョ秀夫という稀有な才能という、これ実は私事前の記者会見ね、ちょっと出席したんですけども、ジョジョ監督、改めてやっぱりすごいね、監督なんだなってことで、ちょっとアルプススタンドの端っこの、ね、そうそう、端の方です ね小津安二郎さんのね、リメイクをですね、ワウワウのテレビドラマですけど、うん、されるんですけど、それのね、劇場、初めのプレミア公開などもありましてですね、うん、なかなかね、こういう新しいというかね、若い才能ですね、クローズアップしたような、ね、企画もあります。で、今年は全部で、210作品ですね、ご紹介されるということで、これは昨年174作品ですが、かなり今回、今年ですね。あと、まあ、コロナもね、過ぎましたので、海外からもなんか600人以上のゲストが来られるという、大変盛り上がるね、レッドカーペットもやりますしね、なるんじゃないかなと思います。じゃあ、最後、ちょっとスケジュールの方ですね、先ほどちょっと触れました、今週の土曜日から一般販売がネットでされます。で、これ、本当に、人気作品はですね、すぐ満席になっちゃいますので、うん、ぜひチェックしてですね、ホームページとか、これ部門別で時間割があるんですね。あ、そうですね、販売時間若干ちょっとずれてますので、うん、これは見たいという作品は本当にお見逃しなくね、チケットを、ゲットしていただきたいなと思います。はい。あと有楽町のチケットセンターでの発売っていうのは10月23日、まあ映画祭が始まってからのね、になりますけど、エリアはね、本当そうですね、映画祭一色になりますんで、はい、ぜひ、有楽町の駅前とかね、ね、ありますので、はい、はい、ぜひ足を踏みください、はい、はい、以上告知でした。はい、それでは明日10月13日以降公開のシネバカちゃん注目の新作をご紹介したいと思います。まずは宇宙創作編集部、探索編集部です。どうぞ。唐老师、真的有外星人存在吗？他这人吧，每天就寻思什么外星人呢，去扒了个外星人。NASA 的官网又没有发布什么突发事件，说白了就是一个名词。不排除是某两个星系的汇合，导致我这电池机现在过载。老师，这么远都找到这，满世界找外星人这件事情就很恐怖。但是我要告诉你。有没有听到离奇听不到的声音？我耳朵是聋的，聋的。
他们是没在这里，没在这里，没在这里。你说外星人在这里啊？对，保存得很好。没在这里，在这里，在这里。我们这本杂志叫《宇宙探索》，但终究还是希望有一天去探索宇宙的。但我是坚信有外星人存在。您把眼睛闭上。你要把眼睛闭着。我们所有人生活的地球就好比是我手里的这颗沙子，宇宙里面所有的星球比我们地球上所有的沙子加在一起还要多得多得多，所以不可能只有地球上存在着生命。老唐，你就走得弄走喽。有哥，哎，上头那个哥，你不要动，你蹲到，蹲一下。哦，有感觉，有感觉，有感觉。三二一。はい、宇宙探索編集部でした。これは中国の UFO 雑誌で、ね、廃刊寸前になっている UFO 雑誌が宇宙人探しのね、はい、してなんか奇跡回して挽回しようということで探す宇宙人を探すロードムービーなんですけど、これそもそもね、ちょっとチープな感じがあるでしょうけど、これね、中国の映画大学の卒業制作作品なんですよ、驚くことに。で、私ね、ちょっとこれシネバカちゃんでぜひ取り上げたいなと思ったのは、中国もこういうオカルトな話って OK なの、ね、っていうね、ちょっと驚きました。でこの UFO 雑誌も実際に当時あったらしいですよ ね、もう今はないんですけど、うん、ねね、いや中国もね、こうやっぱりあと新しいサイト、これ監督があれですよ、コン・ダーシャンというさっきのね、うん、卒業制作でした監督で、まだだから30何歳ですよ。1990年生まれってことですから、本当若い監督で、中国もね、こうやっぱり新しい感覚のね、こういう監督がどんどん出てきますよね。はい、前私紹介した春光水団っていうね、はい、あれも確か32歳ぐらいの若い監督で、ね、中国の ね、 国はね、これからの、まあ、層が厚いですよね、はい、ね、はい、楽しみです。これ来週また見て、ね、はい、紹介したいと思います。はい、こちら、はい、こちらの方は、明日13日金曜日から新宿シネマ借りて、ヒューマントラストシネマ渋谷、アップリンク吉祥寺、木野シネマ立川高島 SC 館、他全国順次公開となります。ご覧ください。はい、続きましてはオペレーションフォーチューン、どうぞ。最強スパイオーソンフォーチューン、彼のもとに集められたクセ強ハッカーと新米スナイパー、そしてアネフランチェスコ脳天気ハリウッドスター。 Anyway, shall we? 即席チームをまとめ上げ、秘密兵器の取引を阻止せよ。 You're an actor. Act. It's Greg Simmons. It's a billionaire arms dealer. The one and only, the legend. You're very kind. Good work. 世界7カ国を舞台に壮大な作戦が始まる。 They're gonna kill you now. We'll shoot them first then. Found out? The getaway. In and out. Operation Fortune. はい、Operation Fortune でした。こちらのガイリチ監督とジェイソン・ステイサムのね、はい、このコンビの、これね、一言で言ったら、ドライでハードでワイルドなミッションインポッシブルですよ。なるほど、スパイ映画、はいはい、もうね、楽しめます。
あのちょっとあのガイリッチならではのね、このちょっとこうひねりの効いたね、はい、ユーモアとかね、そう面白いですよ。これ5作目らしいですね。うん、あのあコンビがね、ね、うん、そうそう、あのこの2人のねコンビがあのスモーキンバレル ね、うん、ね、最初からね、元々ね、あのそれで2人のほぼデビュー作ですよね、うん、監督の長編デビューです。あとあのもう2021年ですか、一昨年になりますけども、あの前作のキャッシュトラック、これシネバカちゃんでもね、うん、ご紹介しましたけども、あまあもうとことん楽しみます、はい、私ね試写でちょっと拝見します。そうですか、はい、羨ましい。もうね、はい、もう本当これもう見てね、はい、楽しんでください。とにかくアクションを、はい、本当に楽しみです。はい、はいはい、こちらは、はい、こちらの方は明日、13日金曜日から、渋谷ヒューマントラス、日比谷、ごめんなさい、日比谷ヒューマントラストシネマ渋谷ですね、ごめんなさい、キノシネマ立川たしめ C 館、ほか、東方シネマズ4シネマ、ユナイテッドシネマ109シネマズ、 T ジョイ、ムービックス、等の全国シネコンでご覧になれます。ご覧ください、はい、時々こういう神ゲー入れてくるよね、神神ゲーあれね、はい、毎週のように言ってる劇場名、ね、大変失礼しました。はいはい、こちらも来週ね見て、ね、あの、はい、よっちゃんが見てたっぷり語りたいと思います。はい、はい、続きましてはメデューサデラックス、どうぞ。年に一度開催される美容師コンテスト、It's finished. 誰もが優勝を狙っていた。 Someone scalped him. 突如発見されたカリスマ美容師の変死体。 All rightAlright. No, he was dead. They could be a serial killer on the loop. Like an Indian. Ken just paying Rene off. He's a fucking beast mode to chief. 事件を機に広がる噂と疑惑。Get scalped and she ain't curious. Did you kill him? You crazy? Like, volatile. He's...She's fixing this. One smile and she's some kind of gangster fixing the show of murdering the rivals. I'm a single mum, Kendra. I take what I can get. Got no fun. It's dead the minute it leaves the follicle. Got no soul. Got no soul. You think we would have won? Got no fear. Got no doubt. Fucking snake.メドゥーサデラックス、はい、メドゥーサデラックスでした。これあの英国初の新価格ミステリーって言っていいんじゃないかと思いますけど、あのヘアコンテストのね、中で優勝がとするんじゃないかと言われてた美容師がね、本命の美容師が殺害されると、はい、で一体これはどうなんだろうっていうね、誰が犯人なんだろうって、はい、そうでこれワンカットワンショットで、ね、撮ってるって話なんですけども、どうなんでしょうね、なんかね、すごいですね。ね、A24 がね、うん、まあ、アメリカの、ね、全米のね、配給権を取ったということで、それだけ、A24 がね、認めたってことですもんね。はい、ね、これ楽しみですね。ね、楽しみです。これも来週、はい、しっかり見てお話したいと思います。はい、こちらは、はい、こちらの方は、14日土曜日からですね、渋谷のシアターイメージフォーラム、ほか全国順次公開となります。ご覧ください。はい。はい、10月12日のシネバカちゃん生配信、そろそろお別れの時間です。最後までご覧いただきありがとうございます。本日のオープニング曲は1989年10月12日が命日のピアニストカーメン・キャバロルにちなみ、1956年の名作愛情元りのテーマ曲ですね、トゥーラバーゲンを、トゥーラバーゲン、ショパンのノクターンですね、はい、これをお聴きいただきました、同じくカーメン・キャバレロのピアノで最初の大ヒット曲、こちらもショパンの曲をアレンジしたショパンのボロネーゼです。お別れの曲で、また来週ご覧ください。さよなら。シネバカちゃん元気ですよ。